みなさん、こんにちは。おいらのところに遊びに来てくれてありがとさんだにゃ。今日は状況は人それぞれ、お前さんが感じるあざといわこの女とか、上から目線だわとか感じるような相手にどんな因果応報的結末が待っているかというのをタロットとルノルマンのヘキサグラムスプレッドにて占ってみたにゃ。動画の最後にはオイラの実写版おまけ猫動画もあるので見てくれると嬉しいにゃ。一応規約に反するといけないので使用するカードの紹介をさらっとしておくからにゃ。まずこちらマクドナルドのハッピーセットについてきたおまけのぬいぐるみ。 A は怠け者もしくはストレイキャットタロット、 B はパンダもしくはコンシダレートキャットタロット、C はトラもしくはキャットタロットとなるにゃ。ルノルマンカードはこちらのラベンダールノルマンと、オラクルカードの方はこちらドリームバーチューの女神オラクルカードから3枚ずつ出してあるにゃ。直感でピンとくるものをお選びいただき、画面下の説明欄にタイムスタンプを貼り付けてあるのでジャンプして進んでくれにゃ。準備はいいかにゃ。では行ってみよう。はい、ではこちら A の怠け者もしくはストレイキャットタロットを選ばれた方、 A を選んだ人の上から目線の女っていうのは三角関係、しかもお前さんも相手にも家族がいるパターンのような気がするにゃ。お前さんも過去に相当辛い思いをしてきたとは思うんだけれども、やつに因果応報は必ず下されるとカードは言っているので、1枚ずつ見ていってくれにゃ。形がおかしいんだけれども、ヘキサグラムスプレッドでルノルマンとタロットで展開してあるにゃ。女神のオラクルカードからはお前さんへのアドバイスを引いてあるにゃ。相手の過去かったにゃ。相手主軸のヘキサグラムなんだけれども、ワンドのエースと十字架のカードが出ているんだにゃ。こいつは頭がお花畑のバカな女なんじゃないのかにゃ。っていうかもうメンヘラなのか痛すぎるって感じがするんだにゃ。勝手に運命を感じていて、あれもこれもやりたいと想像が広がっている。お前さんのパートナーと出会ってっていうような感じがなんとなく想像できるんだにゃ。そして現在なんだけれども、恋人の聖地と星が出ているんだにゃ。もう目の前のことに相変わらず浮かれているっていうか、そして未来、星、期待する愚か者、もう嬉しい、楽しい、最高、もうリスクを考えていないっていう感じなんだにゃ。でこの人の欠点となるところを先に読んじゃうと、悪魔のカードとハートが出ているんだにゃ。もうハート泥棒って感じなんだけれども、もう悪魔って執着とか不正とか束縛とか非常識っていうことを表しているんだけれども、そもそも理性が働いていない、欲望を抑えられない、刺激を求めすぎて誘惑に弱く抗えない人っていう感じなんだにゃ。ですっげえ浮かれているんだけれども、この人の心境っていうのは力の逆位置と蛇が出ているんだにゃ。蛇って困難とか示したりとかするんだけれども、あと執着とか困難なこととか欲望を乗り越えられなさそうっていうか、もう挫折しそうっていうか、どうしていいかわからないし、キャパオーバーだし、コントロールできないし、手に負えないって、楽しいんだけれども実はそうやって思っている部分があるんだにゃ。お前さんの方はどう思っているかというと、ワンドの8と指輪のカードが出ているんだにゃ。もう今すぐ結論を出したい、もう立ち止まっている場合ではない、確実な答えを知って白黒はっきりさせたい。指輪ってお前さんとパートナーの関係性のことだと思うんだけれども、こいつに対してもパートナーに対してもそうやって思ってるんじゃないのかにゃと思うんだにゃ。で近未来はジャスティス、正義の逆位置と無知のカードが出ているんだにゃ。もう厳しい展開が相手には待っている。もしかしたら裁きが下されるっていうか、
ズルとか不正とか過去にしてきたツケを支払う羽目になるっていう感じなんだにゃ。もう行き過ぎると訴訟問題とかで調停とか裁判とかで慰謝料を払うとか、そういうこともあると思うんだにゃ。もうまさに因果応報、関係は崩れるっていう感じなんだにゃ。で、最終的にどうなるのかっていうと、カップの8の逆位置と家のカードが出ているんだにゃ。もうカップの8って逆に出ると U ターンするカードっていう風に読むんだけれども、この女が辞めたこととか保留にしてたことに目が向くようになるっていうか、おそらく家庭を捨ててたと思うんだよね、ここに家があるから。で、改めて家庭が大事だって気づくんだね、ここで裁かれて、で、家族の元へ帰るのではないかにゃってオイラは思うんだけれども、まあ要は不倫とか浮気は諦めたっていうような感じなんだにゃ。で、こちらの3枚からはお前さんへのアドバイスなんだけど、まずこちら上からイゾルト、永遠の愛の女神様のカードなんだにゃ。これは愛した事実は永遠に消えることはないという意味があるので、終わった恋に未練がある人に出やすい、まあ旦那との関係、彼との関係なのか、だけれども、こちら恩や信じる飛躍の女神様、リスクを恐れずに飛ぶことで大きなものを手にすることができるカードなんだにゃ。いわばハイリスクハイリターンって感じなんだけれども、お前さんの心に従ってしっかり踏ん張って高く飛べば必ず手にするものは大きいよって言ってるんだにゃ。で、最後こちらオスタラ、肥沃な女神様、新しいことを始めるには今がタイミングらしいな。今始めたことは大きくなるので、このタイミングは逃さないようにゃって言ってるんだにゃ。で、別意味でこのカードは春になったら願いが実現するよっていうことも言ってたりとか、またもや古いものが復活するっていう意味もあるんだにゃ。赤ちゃんを授かるっていう意味もあったりするので、もしかするとお前さんは彼とやり直すっていう方向に進むのかもしれないし、そうじゃなくてもお前さんが手にするものっていうのは大きいよって言ってるので安心してほしいんだけれども、まあこいつに対する因果応報は、まあ諦めて自分の元さやに戻るっていう感じがするので、ちょっと大変だとは思うんだけれども、A の人頑張ってほしいにゃん。はい、ではこちら B のパンダ、もしくはコンシダレートキャットタロットを選ばれた人、 B を選んだ人のあざとい女っていうのは仕事上のライバルというか、学校などでの勉強も絡んでいるやつかにゃーとも思うんだにゃー。相手は現在はまだ兆候は現れていないんだけれども、近未来からじわじわと加工していきそうな気配がするんだにゃー。あざとさがあだとなって最終的にはドロドロになるか、何か隠し事がバレるかもしれないにゃって感じだにゃ。まあ1枚ずつ見ていくにゃ。相手主軸のヘキサグラムスプレッドで展開してあるにゃ。相手の過去なんだけれども、月の逆位置と鳥のカードが出ているんだにゃ。まあ鳥ってコミュニケーションとか会話とかっていうのも示すんだけれども、ゴシップとか、まあ、心配なことなども示していて、まあ、月がまさに心配なことっていうことがリンクしているので、まあ、いろんな意味で、まあ、目が覚めたことがあったとか、現実が見えてきた、事実何かが明らかになってきたっていうことが相手にあったと思うんだにゃ。まあ、もやもやが晴れてきたみたいな感じだにゃ。で、現在はペンタクルの8と犬のカードが出ているんだにゃ。何か目の前のことに集中しているっていうか、コツコツ何かをしている、勉強なのか仕事なのか、だから空気がちょっと読みにくい人って感じなんだね。で、犬は、まあ、仲間とか、まあ、そういうのも示すんだけれども、まあ、信頼を回復したのか、まあ、ここでだね。なんか仕事でお手伝いしてるっていう風にも読めるし、まあ、真面目に何か取り組んでいるっていう感じがするんだね。で、この人の欠点となるところなんだけれども、ワンドの6
の聖地とヘビが出ているんだにゃー。まあ、ヘビってトラブルを引き起こす象徴のカードなんだけれども、まあこれヘビのような女であったりとか、まあ、粘着質、妬む女、誘惑する女っていう感じなんだけれども、まあ固有名詞的に言うと、まあ、ライバルであったりとか、まあいい意味で言うとキャリアウーマンとか賢いとかっていうのも当てはまるんだけれども、まあ恋愛で見ているような人は愛人カードとも読めるんだにゃ。で、ワンドの6はおそらくこの人すっげえ知識過剰だと思うんだにゃ。で、本人自覚はないんだけれども目立ちすぎる。で、なんかチヤホヤされたりとかすることがあったりなんかするので、厄介を生みやすいみたいな、そんな感じもあるんだにゃ。で、この人のまあ気持ちの部分なんだけれども、ペンタクルのナイトと道が出ているんだにゃ。なんかすごい慎重になっている、そんな感じ。道は手段とか方法とかを示したりとかするんだけれども、手堅く進めたい何かがあるとか、まあ、マイペースっていうのも言えるんだけれども、ちょっと引っ込み思案のふりをしたりとか、耐え忍ぶようなふりをしたりとかっていうのも考えられるんだにゃ、あざといから。で、お前さんの方はペンタクルのページと無知が出ているんだにゃ。何か目標を実現したいと思うことがあると思うんだにゃ。このカードは向上心があって真面目に取り組んでいるっていうことを示すんだけれども、新しい人間関係とか環境に進もうとしているっていうふうにもお前さんは見るんだにゃ。で、無知ってまあ繰り返しっていう意味もあって大変なんだけれども、何か訓練しているとか、何か勉強をしている、仕事を何かしている、ルーティンのようにやっていることがあるんじゃないのかにゃと思うんだにゃ。で、近未来このあざとい女はどうなっていくかっていうと、ペンタクルの7の逆位置と雲のカードが出ているので、なんかモヤモヤ陰ってくると思うんだにゃ。今の状況が結果がついてこないので不満になったりとか、まあ今の状況をずっと続けていくとワンパターンになったりとか、まあ焦りとかも出てくると思うんだにゃ、この人で。最終的にどうなるのかっていうと、釣られた男の逆位置と本のカードが出ているんだにゃ。まあ、この本って秘密とか隠し事とかとも読めるんだけれども、勉強とか学びっていう風にも読めるんだよ。で、釣られた男の逆位置はおそらくこの人我慢の限界が来る、ゲームオーバーって感じなんだけれども、まあ、容量オーバーになるとか頭パツンパツンになって、不満は募るし思考は停止するし、まあ、受け身の状態であるっていうことが考えられるにゃ。で、もしかすると隠し事、まあ、秘密っていう意味合いで読むとバレたりとか、なんかまあ勉強として読むと、まあ、学んでいることに頭パツンパツンになって限界が来るっていうか、なんかそんな感じがするんだにゃ。で、お前さんへのアドバイスなんだけれども、サラワスティ、芸術の女神様。このカードは日々の生活にアート、まあ、芸術とかクリエイティブなことを取り入れる必要があるかもよって言ってるんだにゃ。まあ、それは勉強もそのうちの一つなんだけれども、お前さんの心がとっても優雅になるよって言ってるんだにゃ。お前さんは無限の可能性があるので想像力を使って自分を表現するといいんだってにゃ。2枚目のカードはベスタ、家を守る女神様。少し家のことに目を向ける必要があるか、家が大好きな人によく出るカードらしいんだけれども、おそらく忙しくて何もできないんじゃないのかねって言ってるんだにゃ。まあ、そんな時はちょっとお家のこと振り返ってみてって言ってるにゃ。そして3枚目、グリーンタラ、役割分担の女神様。一人で頑張りすぎている可能性があるので人に頼ることを覚えた方がいいよって言ってるにゃ。お前さんを助けたい人はたくさんいるよって言ってるにゃ。まあ家族に何かお手伝い頼めるようなことは頼んだりして、ちょっと自分の時間を作るっていうのは
大切かもしれないね。ということで、このあざとい女はゆくゆくは近未来以降落ちぶれていきそうな予感がするので、お前さんは少し心の余裕を持ってもらって取り組んでいってほしいなって思うにゃー。はい、以上が B の方のリーディングだったにゃー。はい、ではこちら C の虎もしくはキャットタロットを選ばれた方、 C を選んだ人のあざとい女っていうのは仕事絡みのお前さんの部下のような存在かにゃーっていうもんだにゃー。この相手はかなりトラブルメーカーみたいな、お前さんにとってはストレスの元みたいな気がするんだにゃ。まあヘキサグラムスプレッドでルノルマンとタロットで相手主軸で出してあるので1枚ずつ見ていってみるにゃ。まず過去ペンタクルの7の逆位置とクマが出ているんだにゃ。クマってまあこの女にとっての、まあ、上司であったり目上の人だったりとかすると思うんだけれども、まあお前さんのことかにゃと思ったにゃ。でお前さんに何か言われた、注意されたのかなんか分かんないんだけれども、まあ仕事で出したような結果への、まあ、不満とか、まあ、もやもやとか投げ出したい気分だったって感じなんだにゃ。でそもそも熱意とか工夫が足りてないっていう感じだったんだにゃこいつに。で現在はカップのページの正位置と鍵が出ているんで、まあそんなことがあったからかなんかわかんないんだけど、まあ前向きに持ち直しているっていうか。でこのカード自体人懐っこくって甘えん坊みたいな意味合いがあるので、まあそういったふりをしてお前さんに媚びをへつらう、うん、まあそんなようなことが鍵突破口みたいな感じにこいつにはなっているっていうか、デヘペロみたいな感じなんだね。でこちら近未来なんだけれども、ワンドの9の逆位置と船が出ているんだにゃ。まあそういうことをやってはみたものの、準備不足とか行動不足で同じ失敗を繰り返すんだにゃこいつは。で見込み違いの出来事が起こったりとか、そもそも楽観視しているので、まあそんな状況に対応できないっていう、まあやったけどやっぱりダメなもんはダメっていう感じなんだにゃ。でお前さんの気持ちっていうのは女帝の逆位置と塔が出ているので、もうなんかすっごい流されやすくなっているっていうか、もうやる気も出ないしストレスでもう散在しやすくもなってたりとかするんじゃないかなって思うんだけど、まあおそらく、まあ、塔はこれ会社、まあ、コミュニティのことだと思うので、まあ、そういうことに関してはぁーみたいな感じでもうため息ばっかり出ちゃうような、なんかそういう感じだと思うんだよ。で相手の気持ちの部分はソードの2の政治と犬が出ているんで、もうとりあえず犬、もう中堅のように振る舞っておこうみたいな、あざといからそんな感じになったね。でソードの2はもうじーっともう背後霊のように、なんかタイミングを見計らっているっていうか、もう何か板挟みのような状態にいるのかどうか知らないんだけれども、戦う気はないっていう感じがするんだね。こいつの欠点なんだけれども、ソードの7の逆位置とコウノトリが出ているので、改善は望んでいるものの、なんかすっげーリスクを恐れているっていうか、まあ、神経質にはなっているっていう感じなんだね。で結果どうなるのかっていうと、ワンドのページの逆位置とムチが出ているんだにゃ。もうなんかもうあいたたたたたたみたいな感じなんだけれども、もうはちゃめちゃなんだねこの人。もう口先ばっかりで、もう意欲は見せるものの行動は伴わないっていうか、もう目立ちたがり屋、もうある意味かまってちゃんなのですぐ住めるっていう感じなんだね。なんか不祥事を起こす若い芸能人みたいな、なんかそんな感じなんだね。で無知っていうのは繰り返すっていう意味があるんで、なんか全然学習能力がないっていうか、もうトラブルメーカーそのものって感じがするんだね。でお前さんへのアドバイスはリアーノ、セドナ、ラクシュミが出たんだけれども、まずリアーノ、魔術師の女神様なんだにゃ。お前さん自身がすでに自分の意思を思いのままに魔法をかけることができるので、自分の意思を大切にして、それが明確であればあるほど現実化するよっていうことを言ってるんだにゃ、うん、流されない方がいいよっていうことだと思うんだにゃ。でセドナ、需要と供給の女神様、お前さんが望んだものが必ず注がれるので安心して過ごしてほしいってにゃ。
日々に不安がらなくても大丈夫って言ってるにゃん。そして最後、ラクシュミ、明るい未来の女神様。このカードが出たら、まず明るい未来が約束されたものなので、心配せずに思うままに進んで大丈夫だよって言ってるんだにゃ。ということで、ここはこのあざとい女は簡単に、まあ、性格なり行動っていうのは治らないので、お前さんが1から10までやきもきして気にかけたりとか気にしていたかもしれないんだけれども、まあそういう風になってももうしょうがない、無駄だよっていうことだと思うんだね。で、お前さんの未来はもうすべてこの3枚のカードめちゃめちゃ良さげなので、まあこいつはストレスが溜まるだけだし、宇宙人と思った方がいいと思うにゃ。なんか参考になったのかなんなのかよくわかんないんだけれども、はい、Gの方のリーディングは以上だったにゃ。はい、以上があざとい女の因果応報リーディングだったにゃ。今後もこういったモヤモヤを晴らせるべく占いをちょくちょく更新する予定なので、よかったらチャンネル登録をよろしく頼むにゃ。この後、オイラの実写版おまけ猫動画もあるので、見てくれにゃー。